玉岡勝雄は、名古屋大学大学院人文学研究科の教授で、言語心理学者として、語彙の音韻、所持、意味、統合情報、句及び、文構造などの言語処理に関して、母語話者及び、第二言語話者を対象に広範囲の研究を行っている。単調及び、共著論文を、心理学分野では、 ジャーナルオブニューロリングイスティックス、ジャーナルオブサイコリングイスティックリサーチ、サイコノミックブレティンレビュー、プロズワン、ジャーナルオブエクスペリメンタルサイコロジー、ラーニング、メモリー、アンコグニション、サイコロジカルリサーチ、心理学研究、認知科学などに、言語学分野では、ランゲージ、リンガー、リングイスティックインクワイアリー、ジャーナルオブジャパニーズリングイスティックス、 アンドジャーナルオブコンティテイティブリングイスティクス言語研究軽量国語学日本語教育日本語文法歴史コンフォーラム恋記念日本語教育研究会論文集などに掲載しているありがとうございます